こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の3月13日を3時間33分過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝子の値段は45.89ということだいぶ上がりましたね。はい。えー、こちら1時間ですけども、えー、ここ日が変わってから、 急に上がって、まあ、昨日もちょっと上がりかけたところで、確か、えー、動画撮ったと思うんですけど、えー、その後ずっと上がり続けて、46円までいったんですね。はい。4円ぐらい上がったということです。で、その後、午後からですね、下がって、半分下がったけど、また戻してるとはいい感じですね。えー、こうやってギューって上がって、こうなると、まあ、ここちょっともむかもしれませんけど、その後なんか上がりそうですもんね。はい。期待したいところですね。はい。えー、他も同じように上がってますね。 はいまあ、リップルだけはそんなに大きく変わってない、戻しただけっていう感じですかね。はい、えー、っと、1番、やっぱビットコインがもう320万まで上がってますね、はい。結構大きな上がり方だと思います。はい、では、続いて見ていきたいと思います。 はいえー、今日はちょっと最初一つ宣伝をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、募集、えー、ブロックチェーンエキスポ、えー、5月であるんですけど、それの体のコミュニティブースに、えー、アイコン集を出したいので、えー、アイコン出しませんかということで出させてもらいました。ここをクリックすると、はいえー、こういうのが出てきてですね、えー、今あるのがこれですね、はい。で、これに載せたい方はですね、この下、えー、応募欄があるので、ぜひ、えー、応募してみてください。よろしくお願いします。 はい、アンゴローさんからちょっと2つ拾いますが、朗報時価総額上位のすべてのステーブルコインのデペッグが1%いくまで回復したということで、デペッグ祭りと今まで言ってましたけど、それが終わりに近づいているということですね。他の方でも、ステーブルコインの相場って言ってね、あの言ってたけど、あまりステーブルコインで相場を議論するということはあまりないのでね、そういう状態になったなというふうに改めて思いました。 はいえー、そしてもう一個は、バイナンスが暗号資産を含むのジリを使って暗号資産を買うと発表しました。10億ドル分ということで、1340億円の BUSD からビットコイン、イーサリン、バイナンスコインを含むネイティブ暗号資産に両替ということで、まあ、体の中に入っているのか分かりませんけどね、まあ、とにかく値上がり要素になるんじゃないかなというふうに思います。 はい、次、バイパーステーキングチームさんなんですけど、こちら日本語にしてますが、スペース X が CRS-27 でコスモスペイロードを打ち上げ、カルダノでクラウドファンディングされた NFT で宇宙科学を前進させるリフトオフ、発射のことだと思いますけど、3月14日午後8時30分 EDT で予定されていますということで、ちょっとこれに関連する記事ですね。はい、こちらをちょっと見ていきたいと思います。 フロリダ州のこちらでスペース X はユニークなペイロードを搭載したファルコン27ロケットであるプロジェクトをコスモスを打ち上げる予定です。このペイロードは国際宇宙ステーションの宇宙電子機器の科学を進歩させるために使用されるクラウドファンディングされた物理的な資産の非代替トーク NFT のセットです。この打ち上げは NASA に対するスペース X の何回目かなの商業補給をミッションをマークします。コスモスのペイロードを軌道に乗せるには カルダノコミュニティ、イージス、エアロスペース、NASA、スペース X の共同の努力が必要でした。NFT がカルダノベースのクラウドファンディングキャンペーンを通じて支援書に販売され、上達された資金はコスモスペイロードの開発と配売に充てられました。ということで、まあ、カルダノが、ね、この、えー、とスペース X の,、えー、この発射とかね、このいろんなものを打ち上げることに対して、あの このように、ね、直接資金面で絡んでたということをえなかなか知られてないねって、えー、とどっかで、ね、あの日本人の方がツイートされてたんですけどということで今拾ったんですけどねちょっと本当に知らなかったんでぜひ知らない方もいらっしゃると思うので拾いました、えー、コスモス・ペイロードの打ち上げは体のコミュニティと宇宙航空産業の両方にとってエキサイティングなマイルストーンです コスモス、ペイロードを構築したアセ,アセンションサイエンスエンジニアリングチームのメンバーであるウィリアムウィリー・マルケットは述べています。ブロックチェーンとクラウドファンディングの力を活用することで、宇宙探査と科学の進歩への一般の参加を可能にしました。この画期的なプロジェクトで NASA とスペックス X と協力できたことを誇りに思います。 はい、の覚えー、ることに2ヶ月、1ヶ月ぐらいですか、えー、と1月の終わりぐらいに、えー、同じような記事が出てますね。えー、1月の時点で、えー、こういうふうに公表されているのが結構あったということで、ちょっと気づかなかったんで、ね、ちょっと遡って見ていきたいと思います。 はい、宇宙に送られた最初の物理的な資産 NFT に続いてシリーズの次のプロジェクトはカルダのコミュニティのメンバーが自分の NFT を宇宙に送ることができるようにすることですということなので、まあ、この前にもねいろんな試みがあったということみたいです既存のカルダの NFT の所有者は NFT アートワークを物理カードに印刷することができ国際宇宙ステーションに乗るために260マイル宇宙に送られますこれらのから印刷されたクレジットカードサイズの物理カードは元の NFT アートワークを視覚的に および組み込みの近距離通無線通信 NFC チップに保存されているメタデータで1位に参照します。えっ、ー、と、こちらの方にやっているところが動画で出てますね、はい。この、まあ、この辺のイラストっていうか、もう結構いろんなところで見覚えのあるのがありますね。はいえー、この実験は2023年、えー、これ3月でしたね。原文ではね。 えとスペース X 補給ミッションで打ち上げられますファルコン180ロケットのカーゴドラゴンカプセルに統合されたプロジェクトコスモスはフーリンダ州ケネディ宇宙センターから、まあ、こ発射ですよね、して ICS から戻ってきますと、はいえー。ちょっと飛ばして、この研究の目的ですね、チームは、えー、低軌道 LEO 宇宙環境で利用された場合の NFC タグの寿命に関するデータを収集しようとしています。このの実験では各 NFC チップの メモリーコンポーネントで発生するシングルイベントアップセットを観察します。多くの宇宙アプリケーションはデバイスの組み込みメドリーが頻繁なビットフリップの影響を受けない限り、特に宇宙ステーション環境内で近距離無線通信を利用できます。このようなビットフリップによりデバイスは誤ったデータを送信します。フラッシュメモリーの、 放射線への影響は徹底的に研究されていますが NFC タグで使用される RF 回路に対する放射線の影響に関するデータはほとんどありませんさらなる実験の詳細はこちらのホワイトペーパーに記載されていますと、はい、でそして体の上で構築されるという経緯がありますね宇宙を行き来する最初の2つの物理的 3NFT プロジェクト センションとコスモスモはカルダノの技術的利点と研究に焦点を当てた精神により、カルダノはこれらの実験をサポートするための論理的な選択となりましたということで、しっかり選んだらカルダノだったよということみたいですね。はい、で、タイムラインが書いてあります。2021年の秋からもうこのアイデアがあったということですね。で、見ていくと、2022年の1月。 一年ちょっと前からアートワークジェネレーティントということで、こちらですね。まあ、いろんな、えー、と NFT 見覚えありますよね,このねあの。スペースバズでしたっけ、まあ、いろいろありますね。はい、そして、えー、いろいろ準備がこのようになされてきて、ここ、えー、プロジェクトコスモスパッセンジャーメインマニフェストということで、 えー、NFT の名前もね、聞き覚えがあるものが結構ありますね。クレネーションスペースバズ c e b えー、あと何だろう。p ビアとか、ホスキーとか。はい。まあ、詳しい方はね、ピンとくると思います。はい、こんな感じで、これホワイトペーパーかな。はい。で、ここに、えー、ミンティング・トランザクションということで、エリンク、クリックすると、 こんな感じでエクスプローラーで見ていくことが普通に、ね、できますということです。ア、はいまあ、セット名がここにコ、ね、スモス MIP180 といろいろ書いてありますね、はいで。最後にカレントロケットローンチチェーンジということでこれ最新の情報と同じでしたね。2023年の3月14日がローンチですよと。 チャールさんとスペース X とかテスラとかイーロン・マスクとのつながりで昔若い頃に、ね、なんか一緒に撮った写真があるのとあと何か、ね、あのバズったりしてる案件があるとチャールさんがちょっとコメントをしたりっていうのぐらいしかちょっと私知らなかったので、まあ、直接イーロン・マスクとやり取りしてこの NFT のプロジェクトやってるわけじゃないですけど、まあ、コミュニティ側の、まあ、資金提供っていうんですかね のまあ、実際に研究と絡んでいるので、まあ、研究を載せて、いろいろ商業的なロケットなんで、載、まあ、せてもらっているという感じなのかもしれませんけど、まあ、こういうふうにえほぼ直接的に絡んでいる感じだとい,いうのはちょっと知らなかったので、ね、すごいなというふうに思います。エマゴから Win big prize and meet world renowned figures in crypto and blockchain Bangkok, Thailand ということで、Biz、えー ピッチということで、ビジネス関連の、ですか、カンファレンスというよりも、あの何て言うんだろう、コンピッチンみたいな感じですかね。はいえー、3月の、もうちょっとしたか、3月の28日から31日まで、えー、バンコクであるということですね。はい、今も本当に最近あの活性化しててすごいなと思います。はいえー、では、値段に戻りまして、45.76円ですね。 14,012.9×45.76 で元本が10万円ですので、計算しますと、あ、マイナスになっちゃった。修正して54,230 1円のプラスということになりまして、541%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。